2015年4月9日、電線タイプによると、韓国でカメラを盗んだ疑いが持たれている競泳の富田直也選手の3回目の公判が行われ、監視カメラの映像が初めて上映された。韓国検察が、富田選手が犯人である有力な証拠としている防犯カメラの映像が、この日、法廷で上映された。映像は約10分間で、一人の男が記者席に歩いていき、黒い物体を自分のカバンに入れる様子が映っていたが、裁判官は映像の人物を特定することはできない。バッグの中に入れたものがカメラかどうかもわからないと指摘。日本メディアは、富田選手勝訴に希望が見えたと伝えている。一方で、富田選手は、アジア系の見知らぬ男が無理やり自分のカバンにカメラを入れたと証言しているが、公開された映像には一人の男しか映っていなかった。事件を捜査した韓国の警察官は、事情を聞くと富田氏はすぐに自分が盗んだと認めた。現場に怪しい男がいたという話は聞いていないと法廷で証言している。韓国メディアの多くは、韓国検察側が有力な証拠に乏しいと見ている。一方で、検察は依然として富田選手の犯行であるとの見方を捨てていないという。